し。お願いします。さあ、三間飛車、これこそノーマル三間の基本形ですね。石田流はやりません。片身の囲い、身の囲い、まあ後で石田流とかね、あのノーマルからの石田流っていう、まあ、そういう含みは若干あるんですけど、高みの囲い、高みの囲いが果たしていい形なのかどうかはちょっとわからないんですけど、これは6の7そうか、まあこの4号の位取りが結構好きなんですよね。まあ好みの問題というかね、まあ好みの好みでいいんですよ。これは反発しちゃおう。あ、でも7号歩は6の7お、これは2分30秒ちょっと分かんなかったな。これは寄るか。あーでも寄っ、うん、まあ相手に位取りされましたけど、ただ位がそどこ位がだからなんだっつーのっていうね。まあ真鍋流って言ってくれないから自分で言いましょう。まあ自分で言えばね、何でもかんでもね、あの言えますんでね。これこじ開けたら同歩はちょっとなんか7二角の筋がありますので、こう取り込んで同銀同銀同角、圧力団体突き出しがあるのかな。同角で、いやーちょっと突き出し、まあ、こういうね、分からないと思うのは全部取って、うん、こんなの、ああ。2分。まあ、取りますか。桂馬跳ねて爽やかに行く手もあるんですよね。桂馬は、爽やかに行くか。まあ、でも、飛車になるんじゃなくて、飛車寄る手がちょっと気になるかな。あ、なるとか。まあ、こうやってね。でも、普通に引かれて、あ、これ取りましょう。桂馬ですか。そっか、候補突き出しができない。だ、まあ、これはなんか筋っぽいですよね。なんとなく筋っぽい。おっと、これは、ぶつけだ。まあ、9。ああ。これ一発なっちゃってさ。叩き。叩きの歩。これ66の角はもうちょっとしょうがない。取られてもしょうがないや。で、これさらにこう。1分30秒。ああ。ガチン、いやガチンかな。ちょっとあまり擬音が良くないですけど、まあ擬音、まあこれでね、ちょっと駒損ではあるんですが、相手の王様がねちょっとね寂しいというか虚しい形というか、ちょっと一回引きましょうか。ちょっと相手の王様がスカスカしてる感じは、あそうか、まあこれ一回逃げなきゃいいかな。4なん、うん、なこうだな。この打ち込みはそこまで厳しくはないかなという、あ一回取ったところだったかな。取っ、うん、まあ取りますかで受けますか。そこ歩で4七歩成とか5八歩成とかしてきた時に何かできないかなという、まあでも相手も受け、あでも受け難しいですよねこれね。あ、そうですか。それが戦いの1分。まあ一回、いや、そうですか。まあ直接襲。ただこの4号にね、角が打てて、まあ、どうですかね。なんかつ、これ金打ちと、あ、そうか、また逃げて、あっと、雨にも負けず、風にも負けず、居飛車にも負けず、振り飛車にも負けず、強い将棋、居飛車にも負けず、振り飛車にも負けぬ強い将棋を指し、あー、どうしよう、どうしよう、あれ、これ詰めろか、わからない。桂馬っていうか桂馬、桂馬跳ねていくだけかな。30秒。わからない。
わかんない。え、そっち？これ、あ、金を打つ。あれ、なんか変だな。20秒。厳しい戦いを勝ち抜いた戦士の顔じゃの。やっと勝った。やっと勝ちました。今日の雑談コーナーなんですけど、今回も痴漢と痴漢冤罪問題について考えてみたいと思います。っていうのは、女性の体を触ったわけではないのに、混雑した電車の中で女性の髪の毛の匂いを嗅いだだけで痴漢扱いされてしまうとか、なんかそういう記事がありまして、どういうことかっていうと、とあるテレビ番組に警察関係の仕事をしていた人が出演して、その人が話すには、最近は体に触らない痴漢の手口があるんだって言うんですよ。で、混雑した電車の中で自分の好みの女性のそばに行って、その人の体に触ったりはせずに髪の毛の匂いを嗅いだりする、それで満足をしている痴漢がいるって言うんですよ。だけど女性の近くに鼻息が荒い人がいて、はっはっはってやってたら、それでさ、あ、こいつ髪の毛の匂い嗅いでる痴漢っていう風に言われちゃうのかってね。あるいは、あの、あ、電車が行っちゃう行っちゃう、あーって言ってさ、電車に駆け込み乗車した人が、まあ、駆け込み乗車良くないかもしれないけど、はぁ、はい、やっと乗れたって言って、はぁ、はぁってやってたら、あ、こいつ、あの、女性の髪の毛の匂い嗅いでる痴漢だ、痴漢です、この人、私の体触ってないけど痴漢です、って風になっちゃうの。これさ、おい、もうどこまでさ、疑われるやつは負けっていう社会をさ、増幅させりゃ気が済むのかっていうことなんですけど、だけど警察関係の仕事をしていた出演者の話によると、そういう人は電車を待つホームの段階で、あ、あの子の髪の毛の匂い嗅ごうって目星をつけて、最初から狙いをつけてるから区別できるんだとって言うんですけど、でもさ、匂い嗅いだだけで痴漢扱いってこれどういうことなの？例えばさ、女性の髪の毛に鼻を思いっきり押し付けて、うんうんなんてやってたら、さすがにそれは迷惑防止条例違反とかね、なんていうか、羞恥心を抱かせる行動っていうかさ、まあ、ちょっと記事の中でさ、弁護士の話が出てるんですけど、法律違反ではないけれども、例えば東京都迷惑防止条例によって、人を著しく羞恥させ卑猥な言動することが禁止されてるっていうことがあるので、匂いを嗅ぐ行為もその条例違反になる可能性はなくはないみたいなことを言ってるんです。でもさ、女性の髪の毛の近くで、あー、いい匂いだな、わーって、それがなんでさ、いや、だってもうちょっとさ、これからさ、混雑した電車の中に行ってさ、女子高生の髪の毛の匂い嗅いできましょうね。もうそれでもし逮捕されたらさ、あ、何？ん？何？別に何？髪の毛の匂い知らねえよ、そんなの知らん、記憶にございませんってね、言いますよ、取り調べで。いいじゃないですか。だってさ、だって証拠がなければ有罪にはならないですもん。だってさ、女性の髪の毛の匂いを嗅ぐのが条例違反だとしても、それどうやって証明するの？あ、この人女性の髪の毛の匂い嗅いでました、羨ましいです、この子の髪の毛いい匂いがしそうです、でもこい、でも僕は我慢したのに、この人は堂々と匂いを近くに行って嗅いでました、こういう人を許してはいけませんって目撃者集めるんですか？だってさ、匂い嗅いだか嗅いでないかなんてさ、自分にしか分かんないじゃん。心配する必要ないですよ。そんなの逮捕されても放置すればいいんですよ。逮捕されても、23日間拘留される可能性があるっていう。でも23日間ほっとけばさ、釈放されるんだから。ね。髪の毛匂い嗅いだだけでさ、裁判になる、ありえないですよ。不起訴になりますよ。うん、23日間、拘留されて手錠かけられてネタにすればいいだけなんですよ。というわけでね、今度ね、中央線とかさ、京王線とか西武線みたいなね、混雑した電車の中に乗る機会があったら、ちょっと女子高生の髪の毛の匂いね、しっかり嗅いできますのでね、皆さん羨ましがってくださいね。私はもう、ちょっとこのニュース聞いたらね、女の子の匂いを嗅ぎたくなってきました。もうちょっとね、そのいい匂いですのでね、うん。あと似たような話として、こんな記事もありますね。カメラを向けただけで条例違反？盗撮冤罪から身を守れっていう記事なんですけど、
盗撮について語る上でまず明確にしなければならないのはその言葉の定義と使われ方です。わいせつ目的での撮影を盗撮と呼んでいますが、この単語は被写体に知られないようにこっそり撮るという意味合いもあります。前者は迷惑防止条例違反で犯罪行為になりますが、後者はそうではありません。ところが同じ盗撮という単語を使っているがために、わいせつ目的ではなく当人に知られないように撮るスナップ写真においてもまるで犯罪行為かのように言われることがあるのです。肖像権の侵害や場合によっては名誉毀損にあたる場合もありますが、当人に気づかれないように撮影すること自体は犯罪行為ではありません。わいせつ目的の盗撮とこっそり撮る盗撮を区別するためにもそれぞれ適切な単語があればいいのですが、同じ言葉を使っているため混同を招いてしまっています。次に、同じ盗撮でも法的に全く問題がないものから民事責任が生じるもの、刑事責任が問われるものというように段階的に区別することができます。まず問題がないのは当然のことながら被写体の承諾がある場合です。撮影直後の承諾もこれに含まれるでしょう。続いて、被写体の承諾はないが肖像権侵害や迷惑防止条例違反にはならないという場合です。特定の人をアップで写するような場合ではなく、風景として写してそれに小さく人が写り込んでいるような場合です。また後ろ姿など個人が特定されない写真も問題ないでしょう。またわいせつ目的で撮影されたものではなく服で隠されている下着や胸、陰部なども写っていない場合です。次に、グレーゾーンの被写体の承諾はなく肖像権を侵害している場合です。もちろんわいせつ目的ではないことが大前提です。相手の承諾を得ずにこっそり撮影し、その人の顔をアップで撮影する、明らかにその人を狙ったことが分かるように撮った場合です。これは相手から画像の削除を要求されたり経済的損失が出た場合などには賠償を要求される可能性があります。もしこの時相手が警察官を呼んで盗撮されたと騒ぎになったとします。しかし刑事責任が生じるようなことはしていませんので、警察官にはこのトラブルが民事不介入の案件であることを伝え、当事者同士の話し合いを進めることになります。そして最後に、完全に黒なのが被写体の承諾はなく刑罰なる法律や条例に違反する場合です。つまり女性のスカートの中を撮影したり、更衣室にカメラを設置し着替えの場面を隠し撮りするようなわいせつ目的の撮影は迷惑防止条例違反で明らかな犯罪行為です。法律には明確性の原則という考え方があります。犯罪行為は具体的かつ明確に規定されなければならないというものです。法律の文章が抽象的で漠然としていたり不明確だったりすると恣意的な法の運用を招く恐れがあります。またそのことによって人々に萎縮的効果をもたらす可能性もあります。例えば条例には人を著しく周知させ、または人に不安を覚えさせるような法という一文がありますが、被害者がそう感じるかどうかなのか、加害者が犯行前に抱いていた気持ちなのかは明確ではありません。他にも通常衣服で隠されている下着または身体という一文も具体性に欠ける曖昧な表現です。これが民事であればいくらでも時間をかけて議論することができます。しかし刑事の場合はその場で身柄が拘束されるわけですから、恣意的な運用がなされるべきではありません。このように犯罪行為の規定は明確性の原則が求められているのです。という、まあ、弁護士の先生の話が記事として載ってるわけなんですけど、写真を撮った時にちょこんと人の顔が写り込んだだけで、あ、肖像権の侵害だ、プライバシー権の侵害だって騒ぐ人が稀にいるんですよね。あのさ、一回だけさ、トラブルに巻き込まれたことがあるんですよ。まあ、歩行の方が撮影中に、まあ、そういうトラブルは一回もないんですけど、写真を撮ってた時に、まあ、そういう風にね、攻め立てられたことは一回あって、東京の浅草ですよ。浅草の地下街っていうのがあるんですけど、まあ、地下道っていうか、まあ、地下の商店街があって、非常にこうレトロでね、古い雰囲気があるんで面白いなと思って写真撮ってたんですよ。だけどさ、結構人通りがあって次から次へと人がさ歩いてくるんですよ。いや別にね、人が歩いてきたところで写真撮って誰かの顔がドアップで写っちゃったとしても、いやそれだけで肖像権侵害にならないですかね。ちょっと皆さんちょっとね、押さえておいてほしいんですけど、人の顔をドアップで写しました、承諾なしに写しました、はい肖像権侵害ではないですからね。
明らかにこれは風景を写したものじゃなくてその人の顔を写したものだろうっていう写真を撮影した上でそれを不特定多数に公開することによってプライバシー権の侵害になる可能性が出てくるっていうだけであって、撮影したはい肖像権侵害です、法律に違反しますではないですからね、うん、だけどね、撮った写真をどっかで公開する場合も考えて、なるべくねその人がその、ま、こっちに歩いてきてる時にはその人の顔が映らないようにってことで、この角度で写真撮りたいんだけど、あでも向こうから人が歩いてくるからちょっとその人が通り過ぎるのや待とうって感じで、まあ、その場でさちょっとねそのタイミングを見計らってたんですよ。写真撮るときは結構神経使ってるんですよ。別に肖像権侵害にならないように気をつけてるってわけじゃないんですけども、まあそのベストなタイミングをね見計らってその場にちょっとそのまあ粘ってたわけなんですよ。今このああちょっとまた向こうから人が歩いてきて、ああまたよしじゃああの人が通り過ぎよし今がって感じでね、そのタイミングを見計らってまあその場にこうそのでそんなことやってたら、なんかさ地下街のお店のところからさジジイがさ一人なんかこっちに進んできて、何やってんのって言うんですよ。いやこの商店街の写真撮ってるんですけどって言ったら、なんか人の写真撮ってない、いやいやいや撮ってませんね、むしろ人の映らないようにそのタイミング狙ってるんですけど、いやでもなんかさ人狙ってたでしょ、いやだから狙ってませんってなんかその人はさなんかいかにもさなんか高圧的でさ、ちょっとなんかふざけたことは許さんぞ、ここは縄張りだかんなこんにゃろうみたいな、なんかさすごい高圧的な態度でさ、お前何君なんだよお前みたいな、そんな態度でなんかさ私に近づいてきてね、うん、だから人の顔が映らないように撮影してるって言ってんじゃないですかって説明しても、いやでもさっきこっちに向けてカメラ向けてたじゃないか、なんか不愉快なんだよ、なんそういうのやめてくれって言ってんだよこんにゃろうみたいな、そんな風に言ってきて、いやだからさね、ここ誰でも入れる空間でしょ、あなたのお店の中に行って撮影してるわけじゃないじゃないですかね、誰でも通れる空間で、しかもお店の人の顔も誰通行人の顔も映らないようにタイミング狙って、何が悪いんですかって言ったら、もうちょっとね君と議論してる暇ないんだ、もう警察呼ぶからとかなんか言ってね、ああどうそうどうぞどうぞ呼んでくださいって言ったわけですよ。で警察がさこれに対してどういう風に反応するのかなってね、誰かの顔を撮影したわけでもない、ただ写真を撮ろうとしてるだけ、それに対してトラブルが起きて、まさかおまわりさん私に対して写真撮るのやめろとは言わないですよね、さすがにそれはねえ、それはさすがにないでしょう。ちょっとおまわりさんどういう風にトラブルに対処するのかちょっと見物だなと思って、おーどうぞどうぞとどうぞどうぞ呼んでくださいどうぞ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 って言ったんですよ。おーじゃあいいよ呼ぶから待っとれって言ってね、うん、でそいつそのジジイはさお店に戻ったんですよ。では警察に電話したのかな、てか実際携帯電話でさなんかあなんかすいませんあなんとかで今なんかちょっと迷惑行為がありましてえなんとかでなんとかでとかなんかさ電話かけてんですよ。うん、まあそれでね、まあそれでジジイがお店の方に戻った後も私はさもうこんな弾圧に負けないぞと思って、まあそこ、まあ、さらにね写真をバシャ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 撮りまくってたんですけど、だけどさ10分経ってもさおまわりさん来ないんですよ。でさ携帯電話でちょっと警察署に電話かけて、そういう通報あったんですかって聞いたら、いやそういうものありません、そういう通報ありませんでしたって言われてさ、もう完全にさ通報する詐欺だったんですよね。おいちょっとねお前ちょっと迷惑だから警察呼ぶぞ、警察来てもらうからって言って相手を脅したんだけど、実際には警察呼ばないでっていうさ、まあ嫌がらせですよね。うん、もうこういうのってさどっちが迷惑なのかって話ですよね。うん、だね話変わりますけど、東京都台東区ってねなんかねトラブルが多いんですよ。私は東京都台東区に住んでるわけじゃないですし、台東区なんてそのたまにしか行かないですからね、上野とか浅草とか。でもさたまにしか行かない台東区で妙にトラブルが多いんですよ。で他にもさ、これはずいぶん前の話なんですけど、バスに乗ろうと思ったんですよ。でもバスに乗らないで歩いていくこともできたんで、別にバスに乗る必要はなかったんですけど、ただ都営交通1日乗車券みたいな持ってて、バスだったらタダで乗れたんですね。だからバスに乗ってみるのも面白いかなと思って、まあでも発車時間がギリギリだったら乗るけど、でもあと10分も待たないと発車しないんだったら歩いて行った方がいいかなとか、まあそんな感じでね、まあバスに乗りつつその運転手さんに
このバスは何時に出発しますかって聞いたんですよ。でそしたら運転手さんが何とかかんとかって答えたんですけど、その答える時にそのさ乗っていた乗客の一人が、まあ、それもジジイなんですけど、なんだよお前、なんだよお前、そこで うろちょろしてんじゃねえよ、そうみんなの迷惑じゃないか、そんなささっさと乗れこんにゃろうってさ怒鳴り出したんですよ。でその怒鳴ってたせいで運転手さんの声が聞こえなくなったんですね。でなんかよく分かんなかったけどしょうがないから乗ったんですよ。そしたらそのジジイが、なんだよお前、みんなが迷惑してるじゃないか、お前がそうやってのろのろね乗るのか乗らないのかはっきりしないせいでみんなが迷惑してるじゃないか、どういうことなんだよこんやろってなんかさ怒鳴ってきて、いやだからそれはあのバスの発車時間が決まってるじゃないですかって言ったら、なんだよお前威勢がいいなこんやろ最近の若いものはとか、なんかさそのジジイはさなんか自分のそのなんていうのかな主張がさ覆されたことにさ腹立てたのかさ全然なんか的外れのさ批判をしだしてね。でさ運転手さんがお客さんお客さんお静かにってね、発車時間にならないと発車できないんですよってさ運転手さんが言ってるにもかかわらず、たくこんにゃろう最近の若いものは本当もう酒飲ましてやるぞこんにゃろうこんにゃろうとかなんかさなんか本当なんなんですかね、そういうやつがいてさ、本当嫌な気分になりましたね。本当そういう意味で乗らなきゃよかったってさ思って、でもその運転手さんのせいじゃないですもんね、そのさ一人の乗客のせいでさ、ほんと嫌な気分になりましたよね。あとそれからさ、御徒町のあたりでさ、その日も写真撮ってたんですよ。まあ、その日は自転車で御徒町まで来て、まあ、それで写真をね、街並みの写真撮ってたんですね。でふと気づいたら自分の自転車をジジイがさ押して歩いてるんですよ。で、おいちょ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 待ってください、どこに持ってく気なんですかって言ったら、あ、君の自転車だったのか、なんかそこに放置されてたからちょっとね持ってっちゃおうかなと思ったんだ。ここはね自転車ね駐輪禁止なんだよ。昔はたくさん自転車が止まってたんだけど、警察と協力して自転車の駐輪取り締まりに協力強化して駐輪が減ってきたところなんだ。それそこに君は自転車を止めたんだ、だから持ってっちゃおうと思ったんだってさ堂々と言うんですよ。ああそうでしたか、知りませんでした、すいませんって私謝っちゃったんですけど、今考えたら謝るのおかしいですよね。だってさ確かにね、台東区条例によって放置自転車禁止になってたかもしれないよ。だけどそれは確かに悪かった。だけど、でもさ、だからといってそれね、その放置されていた自転車を持ってっちゃうっていうのはそれ窃盗じゃないかってね。ちょっとそれ警察呼ばなきゃいけなかったですよね。だってさ、人の自転車勝手に持ってこうとしたんだよ。これ窃盗未遂じゃないの？これ。これ迷惑防止条例違反じゃなくて、法律違反でしょ？これ。ねえ。なんかさ、東京都台東区ってさ、なんかさ、変なジジイ、悪い意味で変なジジイがやったらと出てくるんですよね。台東区に出かけていくと、なんかそういうさ、変なジジイがさ、やたらと噛みついてくるんで、もうほんとね、噛みつきガメがさ、もう噛みつきガメ多発地帯なんで、もう台東区行くの嫌ですよ、もう。だから別に上野とか浅草行く必要ないですけどね、御徒町とかさ。同じ東京でも新宿とか渋谷でトラブルに巻き込まれたことなんてないですからね。一回もないですよ。渋谷とか新宿ってさ、なんか汚らしい街並みでさ、なんかさ、いかにもなんか犯罪が起こりそうな雰囲気醸し出してるかもしれないけど、いやいや、新宿とか渋谷の方がさ、平和ですよ。噛みつきガメいないもん、本当に。まあ以前さ、歌舞伎町のね夜の街歩いてたら、なんかさ女の子どうですか、女の子のいい女の子いますよってさ、なんか客引きのさ人になんか絡まれそうになったことありますけど、でも別に自分のやってることに対してお前何なんだよこんやろってね噛みついてきた人はいないですもん。いない。上野とか浅草の方がなんか国際的観光地で安全な気がするかもしれませんけど、上野とか浅草の方が危ないですよ。いや皆さん別に 上野とか浅草行くのやめましょうって言ってるつもりはないですけど、でもさ実際さ東京都のなんかさ市区町村別の犯罪発生件数とか、なんていうのかな、人口あたりの犯罪発生件数とか見ると、やっぱり台東区ってね犯罪発生件数高いんですよね。だっておまわりさんが駆けつけてきて逮捕するような事件が1件あれば、その裏には100件200件の軽いトラブルが発生してるっていう風に考える方が妥当ですからね。ほんとね、噛みつきガメが多すぎますね台東区は。
こんな風に国家権力が表現の自由を弾圧する、つまりおまわりさんが写真撮るのやめなさい、動画撮るのやめなさいって言ったりとか、男性が電車の中に乗ってるだけで逮捕されるとかね、そういうことってあんまりなくて、実際はなんかその法律知識の何にもない人が、おい肖像権の侵害だぞこんやろうって言ったりとか、なんかあの私の髪の毛の匂い嗅がれましたって騒いだりとか、まあ、そんな風に何の法律知識もない人がなんか法律の知識があるかのようなことを装って人々を萎縮させるってことの方がはるかに多いんですよ。国家権力は確かに怖いかもしれませんけど、国家権力よりも法律の知識がない一般人の方が怖いなって思いますけどね。だから私はそういうね、怖い一般人、噛みつき亀にね、萎縮させられることなくね、まあ、これからね、歩行動画の頻度を高めていきますからね。つまりどういうことかというと、今まではある程度知名度があって有名な街の歩行動画を撮影してきたんですよ。例えば福岡とか長崎とか佐賀とか宮崎とかね、まあ、そういう県庁所在地レベルのある程度その視聴者数がつきそうな有名な街の歩行動画を撮影してきましたけど、いや今度はね、あのもっと小さな田舎町、あるいは田舎町の町外れ、ただの無人駅とか、もう誰が見るのこの動画っていう、こんなところに歩行動画撮影にする意味ないじゃんっていう、そういうね、あのマニアックすぎるところも徹底的に歩行動画撮影してきますからね。他の人が萎縮するんであれば、その萎縮した穴埋めを私がやりましょうってことですよ。街中で動画とか写真撮るのはちょっと非常識だよねっていう、そういう社会通念が定着しないように、もうどん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 動画や写真を撮って、もう写真動画をね、あの溢れさせてね、日本全国を記録することによってね、あの人々が萎縮しないようにね、萎縮してしまったのであれば、その萎縮した分を私が全部ね穴埋めするためにね、全国を旅行しますのでね、あのぜひご期待ください。私を萎縮させることは不可能ですのでね、そういうつもりで動画作ります。はい、ありがとうございました。